現在どんどんと気温が上がっていきますが、内陸部では夜にかけて気温が下がっていきそうです。まずは現在いただいているリポートからご覧ください。こちら福岡県の北九州市の方からいただいているリポートですが、もう朝から日差しを浴びて猫ちゃんも気持ちよさそうですね。羨ましいですよね。羨ましいですよね。いい顔してると思います。今日はもう私たち人間だけではなく、この動物たちも気持ちのいいようなお天気となっているようです。はい、さあでは実況の気温を確認していきましょう。はい、現在ですね、関東から西のエリア、はい、太平洋側を中心にもう広い範囲で15度以上となっています。はい、まあ、東京の都心も今はもう16度を超えるような、うん、形で日差しもたっぷりですね、うん、暖かく穏やかな陽気になっています。はい、ただですね、晴れているということは、うん、夜は放射冷却現象で気温が下がりやすい、はい、そういったことを意味します。はい、この後の気温予想を移り変わりご覧いただきましょうか。はい、お昼の段階ですとかなり、ね、高い気温なんですけれども、はい、どんどん気温下がる一方ですね。はい、夜遅くになると東京の都心でも10度ぐらいまで下がってくるということになります。でそれ以外の西日本、はい、東日本もやっぱり、ね、気温下がりそうなんですよ。はい、内陸部中心に冷え込みが強まるというふうに見られます。その動きご覧いただくと、はい、まあ、昼間は広い範囲で15度以上、場所によっては20度以上の赤色も分布しています。で進めていきますと、まあ、夕方ぐらいまではまだまだ暖かいですね。その後夜に入ると一気に気温が下がっていくというのがこの時期の特徴です。はい、この後深夜0時ぐらいまでなってきますと、内陸部山沿いは広い範囲でもう5度未満、はい、と沿岸部でも、まあ、東京都心でかろうじて10度を維持しているぐらいでして、まあ、決してね、かなり寒い、気温が低いというわけではないんですけれども、はい、やっぱり昼との体感差が大きい、まあ、そういったところが特徴と言えそうです。はい、一日の気温差が大きくなりますので、服装で上手に調節するようにしてください。